2軍は、スポーツチームにおいて、控え選手で構成されるチーム。日本野球機構では、ファームとも呼ばれる。主力選手で構成されるチーム、1軍の隊員ごとしても用いられる。故障などによって1軍に欠員が生じた場合や、2軍で大きく成長した選手がいた場合などには2、二軍から1軍へ選手が、昇格するほか、不調の1軍選手。 校長の二軍選手同士で入れ替わることもある。一般的に二軍選手にも試合という形で活躍できる場は与えられるものの観客、報道、成績に対する評価などあらゆる事柄の重要度が一軍と比べて低い。アマチュアスポーツ、特に日本のクラブ活動、部活動などにおいては二軍に当たる選手を補欠と表現することが多い。日本のプロ野球リーグである 日本野球機構の場合、公式戦に出場できるのは支配下選手登録の選手の中で出場選手登録された選手である。こうした出場選手登録された選手たちが1軍に当たり、それ以外の選手は2軍所属となる。NPB の2軍は1軍のセントラルリーグ、パシフィックリーグに対して、イースタンリーグ、ウエスタンリーグという2リーグによって構成されている。二軍でも、 公式戦が行われ、イースタンリング公式戦、ファーム公式戦などと呼ばれる。主に、選手育成の場として位置づけられているほか、故障、不調により戦線離脱した主力選手の調整の場でもある。そのため、一般的には、2軍で取ったタイトルに価値はないなどと言われるが、監督として1軍と2軍の両方で、優勝経験を持つ岡田秋信は、たとえ2軍でも、 勝たないと野球は楽しくならないと語っている。NPB では2軍の本拠地を1軍と同地区内もしくは近隣地域に置くことが多い。ただし北海道日本ハムファイターズは1軍と2軍の本拠地間の距離が直線にして約8 0 0トル離れている。1950年から1952年には日本で唯一の独立2軍球団として 山陽クラウンズが存在し、自前の選手の他に、二軍組織を持たなかった、西日本パイレーツから選手を預かったり、一時二分軍が活動を停止していた、太陽ホエールズから育成を委託されたこともあった。二軍の工業、NPB の二軍は、各、チームとも、不採算ながら、選手育成のために必要な経費として見られており、お客さんに見せるものという意識は、あまりない。 2000年から2010年まで、横浜ベイスターズが2軍の独立採算性を目指し、名称も1軍とは異なる、湘南シーレックスとするなどしていたものの、定着するに至らなかった。また、埼玉西部ライオンズやオリックスバファローズでも、2軍の独立採算性を目指し2軍の名称のネーミングライツを売却していた時期があったが、いずれも定着することはなく、2019年現在は、 独立採算性を取る二軍チームはない。二軍の試合では、入場料を徴収しない球場が多く、徴収する場合でも一軍の試合と比して、格安である場合がほとんどである。三軍と育成選手制度、育成選手制度による、育成選手が多く所属する球団などでは、独自に三軍制を敷く場合もあり、2020年、現在、福岡ソフトバンクホークスと、読売ジャイアンツ、 広島東洋カープ、埼玉西武ライオンズが3、軍勢を採用している。また、オリックスバファローズも早ければ2021年にも3、軍勢を敷く予定と報じられている。このうち、ソフトバンクと巨人の3軍は、育成選手を中心にチームを結成し、独立リーグや、社会人野球のチームなどと練習試合を行っている。その一方で、 広島野生部の3軍は故障した選手のリハビリ及び、若手選手の体づくりの場として設立されているため、3軍チームによる対外試合は行っていない。広島の場合、練習試合は2軍組織の内部で行っている。2軍チーム一覧2019年現在、NPB の2軍は次の12チームである。出展、田口総、プロ野球、二軍の謎厳冬者、厳冬者、 新書、2017年、33ページ。ISBN 978から43億4498万4523。アメリカ合衆国のメジャーリーグベースボールの場合、MLB 球団とメジャー契約を結び MLB の公式戦に出場することができる。 ロースター枠に入ることができなかった選手は MLB 球団とマイナー契約を結び参加のマイナーリーグでプレーする。ミルブに所属する各球団は MLB 球団との間で選手の貸し出し、育成に関する参加協定を結んだ別事業定である。そのため、独立採算性や独自の球団名を有しており、ファン獲得の競合を避けるため、 定型 MLB 球団の本拠地から離れた別の都市に本拠地を構えることが多い。ミルブの中には複数の階級が存在しており、各 MLB 球団は複数のミルブ球団と参加協定を結んでいる状態である。また、それらの協定はあくまで独立した企業間の業務提携であるため、提携関係を解消した球団が、 新たに別の球団と提携を結び直すこともしばしばある。サッカーでは2軍に相当する控え選手で構成されるチームを一般にリザーブチームと呼称する。日本の J リーグにおいてはサテライトと呼ばれる。日本のプロバスケットボールではリンクとチギブレックスが2軍に当たる TGD ライズを結成され日本バスケットボールリーグの2部である 日本バスケットボールリーグに武器校に所属していた。このチームは JBL2 のナショナルバスケットボールデベロップメントリーグに改編後の2013から14シーズンを最後に本拠地を山形市に移しパスラボ山形ワイバンズと改められて独立したが引き続き選手の育成遺跡などの業務提携関係は結んでいる。2016年現在は 西宮ストークスの二軍として、兵庫インパルスが存在する。松井忠史、二軍師も一つのプロ野球、P12、ファーム公式戦、日本野球機構、2018年5月6日閲覧。岡田、空、うよ P161、松井忠史、二軍師も一つのプロ野球、ピアニッシも、21から22、田口創、プロ野球、二軍の謎。 ピアニッシュも26から28、オリックス21年にも3軍制へ、来期から育成試合像。日刊スポーツ。https コロンスラッシュスラッシュ www.nikkansports.com スラッシュベースボールスラッシュニューススラッシュ 2019112700854.html202-10-29 閲覧。 一川忍西部に芽生える明確な競争意識。三軍制導入は、上昇軍団への助称。プロ野球プレス。ナンバーウェブ。p1https コロンスラッシュスラッシュナンバー .bunshun.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ8436672020年10月29日閲覧。ありがとうございます。